皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今日の名言は、ドイツの哲学者、カントさんのお言葉です。早速申し上げます。最も平安な、そして純粋な喜びの一つは、労働をした後の休息である。 いや、まあこれは実感としてね、ありますね。いや、はい。働いた後、いいですね。はい。肉体労働の方とか特にそうなんじゃないですか。知的労働でもそうなんですから。はい。休息、リラックス、リラックス。いいですね。はい。賛成します。はい。僕も労働しようかな。<laughs> <laughs> はい。ということで、今回も最後の最後の最後に、もう一度この名言を申し上げまして、終わりとさせていただきたいと思います。それでは皆さん、また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。それでは参ります。最も平安な、そして純粋な喜びの一つは、 労働をした後の休息である。